ヤコブレフ約マイナス6ヤコブレフ約マイナス6は第二次世界大戦中に開発、生産されたソビエト連邦の総発多用機である。本機は短距離夜間系爆撃機と軽輸送機として使用された。1942年4月にヤコブレフ設計局はポリカールポフ U-2 のような小型単発機を保管する総発の多用と輸送機を設計するように求められた。 この設計には生産と運用の容易さが求められていた。設計と製作作業は非常に迅速に進められ、1942年6月には約マイナス6の試作初号機が初飛行を行った。9月には国家側の領収試験に合格し、早急に量産が許可された。約マイナス6はハフバリで全木製構造の型持ち式低翼単位であり、主車輪が エンジンナセル内に後方へ引き込まれる形式のオリン式膠着装置を有していた。水平尾翼は支柱で支えられ UT-2 初等練習機のエンジン搭載方法をもとにした2機の出力 140HP の種別を増え -11 開放し型エンジンで木製2枚ブレードのプロペラを駆動した。欠乏物資の使用を最小限に抑えるために燃料タンクに 金属やゴムを使用する代わりに化学物質を含む丘させた合板を使用していた。約マイナス6の多くの機体は固定式の耕着装置をつけていた。約マイナス6には2つの型があった。パルチ材への補給や負傷者の搬送と連絡業務に使用された輸送、多途時型は密閉式のコックピットに並列に2名の乗員が座り、 4名の搭乗者か5 0 0ラムの貨物を搭載することができた。2つ目の方は夜間系爆撃機であり、5 0 0ラムまでの爆弾を主翼中央部仮面の爆弾化に搭載可能で防御兵装として1丁の主化すき艦銃を胴体背面に装備していた。生産が終了する1943年までに総計381機が生産された。数機が 外翼に交代角をつけた改良を施されて飛行したが、これはしばしば約マイナス 6M という名称で知られる。この約マイナス 6M は1944年初めに飛行したより大型の約マイナス8へとつながった。約マイナス6は独祖戦の前線において輸送機と爆撃機として有効性を発揮した。下下十字や 不注意な操縦で、スピンに入りやすい傾向にあったが、搭乗員には人気であったが、この欠点により1943年には生産が終了して、類似のエンジンを搭載した、シチェルバコフ出資マイナス2へ切り替えられた。1944年までに、ソ連空軍のほとんどの実戦部隊が約、約マイナス6を多用時として保有していた。ベルリンの戦いでは、 主力下に10発の 82mmRS-82、mm、82ロケット弾を喧嘩して地上攻撃任務に使用された。第二次世界大戦後に同盟国に供給された機体もあり、ソ連軍では1950年まで広範囲に使用されていた。オスプレイエンサイクロペディア・オブ・ロシアンエアクラフト。ありがとうございます。